ん、今日は佐賀大学へ行ってみたいと思います。さあ、本日の長文ですが、段落は3つ、そして設問は記述説明3つございますので、頑張っていきましょう。すみません、第一段落でございます。皆さん、設問の指示をお読みいただいて考えていただけるとよろしいかと思います。で、皆さん、3つのうちの1つ目がここに書いておりますので、この右側から書き始めていただけるとよろしいかと思います。で、皆さん、一番最後の文章は、皆さんこれ読み始めていただけるとよくわかると思いますが、 These plants can survive ということで、生き残ることができますよというふうに事実を述べているだけでございます。ですから方策とは関係がないので、この手前ですよね、この四角括弧閉じるのところまでを書いていただけるとよろしいかと思います。サムさん、該当箇所は分かっておりますので、ちょっと皆さんそのあたりをですね、書き出して、そして皆さん模範解答下に書き出しましたので、皆さんちょっとこれを見ながら聞いていただけると嬉しいかと思います。で、皆さん文章がですね、こう3つあるんですが、皆さんこれをちょっと全部書いてるとですね、字数オーバーしてしまいますので、うまくまとめる必要性があるんですね。で、皆さん、出だしは、some plants grow without leaves ということで、葉っぱがない状態で成長しますよということですね。これ皆さん、模範解答をちょっと前半に書いてみましたが、これは問題ないかと思います。ただし、皆さん、このフィッチがですね、この辺をちょっと書こうとしてしまうとですね、50字オーバーしてしまう可能性があったので、最初はちょっと皆さん、保留にしております。そして、皆さん、二つ目の文章、点々点。皆さん、この緑のところですよね。まあ、水をストア、蓄えるという話ですが、皆さん、三つ目の文章にも、ほぼ言い換えが可能な表現書いておりますので、これ皆さん、一言で水を蓄えるという感じでまとめてみました。じゃあ、どうやってまとめますか？どうやって蓄えますか？と言われたら、この with 以下ですよね。青いところです。で、ワクシーリーフカバリングということですが、皆さん、ワックスの派生語ですよね。まあ、ろうそくのろうでございますので、まあ、ろうの覆いですかね。それを使って蓄えます。で、その覆いの説明がこのあたりでございますので、葉っぱの中に水を保つんですね。水分を保つ。そういうろう状の覆いを使って水を蓄えますよ。というような感じでまとめていただけると、字数に収まりそうですね。すみません、第2段落でございます。ここに2つ目が書いてありますので、ちょっと考えていただけるとよろしいかと思います。で、皆さん、2つ目ですが、皆さん、セカンドウェイトをしっかり書いておりますので、この右側ですよね。ここ、皆さん、しっかりまとめていただけるとよろしいかと思います。サムさん、二つ目でございます。まずは一番初っ端でございます。オレンジのところですね。で、growing very long roots ということで、非常に長いルーツでございますので、根ですよね。根を成長させて、で、皆さん二つ目、青色のところでございます。these roots spread out。その根を、根が広がりを持たせるんですね。そして search for any water they can find ということで、皆さん水を探し出して、そして once they find water 水を見つけたら the roots suck up as much as they can で、そして and then hold it ということで、皆さん suck up ですから吸収する、吸い上げるんですよね。そして皆さん hold 保ちます、蓄えますということでよろしいかと思います。で、皆さん、模範解答ちょっと見ながら聞いていただけるといいかと思うんですが、これで皆さん、おおむね50字以内にですね、収まるんですね。で、あと皆さん、この後ろ、オンリーレッティング点点点、ここを書いてしまうと間違いなく字数オーバーになってしまいます。で、まあ、結果的には、ま、書いてる場合じゃないんですけども、なんで判断したんですかっていうと、皆さん、わかりやすいのはこれかと思います。ホールドを保つ、蓄える、蓄えたよー、何をーってことですから、他動詞。で、皆さん、イットが目的語で、皆さん、ここで文型が完結しているんですね。ですから、皆さん、右側は L、品詞で言うと、副詞。で、その副詞の働きをしている、皆さん、ING のことを、皆さん、分子構文と呼びましたよね。
ですから皆さん、分子構文はこの中心的な内容の、まあ、補足事項みたいなものでございますので、まあ、書かないでもいいんであれば、こういう感じで皆さん削除するという感じでいいんじゃないかなという判断をしておりますので、ちょっと皆さん参考になさっていただけるとよろしいかと思います。すみさん、最終段落でございます。皆さん3つ目を考えていただけるとよろしいかと思います。で、皆さん3つ目は皆さんサードウェイって書いてますからね。ですから皆さんその右側をまとめていただけるとよろしいかと思います。すみさん3つ目いってみたいと思います。とにかく文章が長いんですね。で、皆さん、ちょっと皆さん、板書の都合上、模範解答ですね。この上の方ですね。これが前半でございます。で、皆さん、模範解答、後半がこの下に分けて書いておりますので、ちょっと皆さん、ご了承くださいね。さあ、皆さん、何を書いていくのかということなんですが、まず、出だしは、バイスリーピングということですので、まあ、これはまあ眠るという感じでよろしいかと思います。で、皆さん、その次の文章、some plants can turn off almost everything and just lie still ということですね。で、一応このあたりに書いてみました。turn off almost everything ですから、まあ、活動せずにですね。そして、just lie still ということで、じっとしております。で、皆さん、このあたりでも、文献も終了しておりますし、話も一応完結しておりますので、皆さん、almost 以下ですね、このあたりは、一応、まあ、削除してみました。もちろんの答えを最後まで書き切った後に字数が足りなかったら足す予定ではあったんですが、50字超えそうでしたので、一旦削除ということで書かずに置いておりますということです。で、その後どうですかっていうところ、青色のところですね。フェンザレインカムズ、まあ、雨が降ってきた時には、ゼクックリードリンクアップ、エブリドロップ、ゼイキャン。そして、アンドゼンバーストバックトゥーライフということですので、一応このあたりにまとめております。雨が降ったらそれを吸収して活動再開ということですね。で、皆さんその次の文章、a few days after it rains, you will see many of these types of plants with big green leaves and colorful flowers ですね。まさに皆さん活動、もうバシバシ活動してます。っていう話がしっかり書かれておりますので、ですから皆さん活動再開のまあ具体的な内容でございますので、まあニアリーイコールと書きましたが、言ってることはほぼ同じでございますので、ここは皆さん削除という感じでよろしいかと思います。字数制限ありますからね。で、その後は緑のところですが、however, after this burst of growth,The plants drop their seeds and then go back to sleep ということで、皆さんまた眠りに戻るんですね。休眠に戻るということでございます。ですから皆さん、もう1回とこんな感じですね。その後は種を落として再び休眠という感じで、皆さんこの緑色のこの後半ですよね。ここを皆さんまとめてみました。こんな感じでどうですかね。これ皆さん、なんとか50字に収まりますので、参考なさっていただけるとよろしいかと思います。サムさん、お疲れ様でございました。さがないくみさ記述説明3問扱いましたが、該当箇所ですね。つまり書くべき場所を特定するのはそんなには難しくないかなと思います。ですから、あとはもうしっかり和訳ができれば十分合格点が取れるかと思います。で、もちろん皆さん普段から頑張っていただいているかと思いますが、丁寧に和訳ですよね。しっかり直訳。それをしっかり頑張っていただけると試験中、かなり余裕を持って解けるかと思いますので、明日以降も頑張ってくださいね。